2015年5月23日の土曜日、はい、午後6時になりました。大阪府地元大都市赤い都市は野崎参道商店街野崎アホマカスタジオより、第46回、今日もレギュラー陣はもちろん優勢はもちろん、今日はゲストレスでさわですね、あとオカリナのアンサンブルが初登場してくれるんですが、皆さん楽しみ待ってくださいね。野崎フォークジャンボリーに、ついにやってまいりましたよ。スタジオにお集まりの皆様、そして番組の放送をご覧になっている皆様、お元気でしょうか。ありがとうございます。この番組は野崎大若スタジオで出会い集い、懐かしのレジェンドフォークソングのカバー曲の数々から、魂の作品、作詞作曲のオリジナル曲までを熱い思いでギター弾き語る公開ライブ生放送でございます。まずは1曲目、我々無学ライブ、おっと塩崎ジョージもいるじゃないでございますか。ありがとうございます。作詞塩崎ジョージ、作曲私山野智則で作った曲、このオリジナル曲からいってみたいと思います。野崎参道から、おお。いつの日も夢を諦めないでください。また僕たちが歌っているのだろう、この先参道から
しい歌を虚しい時は虚しい歌を今日も歌っているのだろう。あなたの歌を聴いて涙流す人がきっといるから、やめないで歌い続けてください。寂しい時は寂しい歌を、儚い時はもうでそれを今日歌っているのだろう。この街足を止めて思い出の歌が聞こえてきます。野崎さんどうかな。僕たちは歌ってる、僕たちは歌っている、きっと歌ってる青春をきっと歌っているよ。青春を第46回野崎フォークジャンボリーから、僕たちは僕たちは夢を歌ってる、夢を歌っている。また誰かが歌ってるだろう、また誰かが歌っているのだろう。ここ野崎さんとか、ここ野崎さんどうかな。また僕たちが歌っているのだろう。ここを野崎さんのから、ご一緒にここだけど、ここを野崎ちゃんのから、もう一度ここを野崎からお手伝いされてありがとうございます。翔太さん、それは上着は脱がないんですね、本番でもね。やっぱおしゃれやな、合わせてるね、中の色とね。忘れてただけかいな、ということでございまして、改めましてこの番組の進行役 MC 自己紹介をさせていただきたいと思います。僕たちがもがくライブ社といいまして、2002年1月でここ地元大東市からギター弾き語りショーという形で結成活動をスタートしました。そして現在、今この毎週土曜日ね、この野崎さんのショーというかギターを持って通い、野崎フォークジャンボリを熱い思いで毎週歌ってるんですね。土曜日以外は何しとるか言いますと、そう、我々出張で前ライブ、夢はボランティアショーからいつの日か紅白歌合戦出場としまして、大東市はもちろん大阪市24区堺市7区大阪府全43市町村、そして近畿2府4県になります福祉関係生産ですね、老人ホームさんに福祉作業所、はたまた病院に学校、はたまた公民館に集会所、あらゆる場所で歌っております。まあ、あらゆる場所変わったところで言うと、この間のだいぶ前からあれはね、綱引き大会の合間で歌ったりもしてたんですね。あらゆる場所で夢を追いかけ歌っております。私が地元大東市前大東市たち座長もやっております、歌のギター山野智則と、コーラスギター上村良介と、ギター弾きの内田みつる、夢を楽しむと漢字で書きまして、それが僕たち僕が言う一座でございます。参りましょう、今年第46回の野崎フォークジャンボになります。さあ、今日も生放送で熱い思いで皆もハックスとしての届けてくれてですね、ありがたいことで、こちらから行きましょうか。こちらは高槻市は平井でした、平井さんからいただいております、第46回野崎フォークジャンボ、黄色って書いてくるんですよ。これ黄色とは何かなと思ってたら、そこに書いてますね。スタッフ数
わたる&かたやん T、 裏っ子面白い、わたって呼び捨てが面白いこれね、わたる裏かたい、そして時には表舞台でスタッフズが、ね、いつも黄色の衣装着てるんで黄色って書いてるんですね。多分今日もね出演するかもしれない、皆さん楽しみにしてくださいね。ありがとうございます。こちらも聞き取れますよ。デイサービスセンター安らぎ職員一同さんにいただいてます。大阪市は港区ですね。いろいろ書いてくれてるんですよ。あ、ちょっとギター持ってね、こういう絵も書いて、今日もかたやん T よろしくね、カメラ。はい、先日お野菜来てくれてありがとうと、今回野田木ボコジャンボリ開催されてのことで皆さん楽しみにして、村山活躍を応援しておりますと書いてくれてます。ありがとうございます。これこの間ヤスラギンタ写真をこうやって白黒でね、コピーは残念ながら白黒なんで、向こうはカラー送ってるかもしれないけど白黒でございますが、こんな感じで後ろに無学ライザーで書いてくれてですね、ヤスラギンの皆さんありがとうございます。サンキューです。そしてこちらも来ております。はい、ネイフォームランシンシャスタッフ一同大阪市長野区でございます。野田木ボコジャンボリ第46回、今夜も楽しいひととき待ってるよということで書いてくれてます。今日このキャラクター何でしょう、内田くん、これ何ですか内田くんも分からんキャラクターかと思いましたけど、ウィンクしてくれてますね、これありがたいわけで、安心者皆さんありがとう、こちらも来てくれてます。第46回の放送ですね。これ堺市は東区かな、ソルメゾン丸田さんが、最近ペンネーム丸田さんも丸田書いてないもんな、これどこにももう書いてくれます。オカリナアンサンブル初登場ですね、ことをちゃんと言ってくれてですね、先ほど、オカリナの皆さん聞いたところですね、みんな喜んでくれてました、よーし、なんか書いてくれてありがとう言ってましたよ、丸田さん喜んでください、ありがとう。第46回野崎フォークジャンボリー大阪市ラジオ楽しいです、随行の皆さん来てくれてありがとうというコメントを書いてくれます。こちら5月ということで、小見の声の写真もね、これあの随行さんの玄関にぶわでっかい飾ってて、すごかったこれ、うちは覚えてるから、ほとんど目つぶってるか覚えてるくれぐれでいいね、書いて送ってくれて、5月といえば鯉のぼり、我々今鯉のぼりボランティアショーツアー中ですからね、各施設のずっと今鯉のぼりツアー中歌っております。ありがとうございます。随行の皆さん、おこれかわいい絵来てますね。これは大阪は子供市門間ケアセンターラガールリリーとさっくんさんにいただいておりますね。もう久々は歌やね、楽しかったよね、うわかわいらしい、僕、内田くん、上村くんですね、これ可愛く書いてますね。内田くんもいて、またいこみたいなこう書き方ありますからね、可愛らしいよ、目指せ紅白出場第46回野崎フォークジャンボリー、ありがとうございます、可愛いです。こちらも増えてます。おっと、地元大阪府大東市ですね、沢本舗デイサービス見事一度よりいただいております。第46回野崎フォークジャンボリー、今後の 活躍をここよりご期待しております、頑張ってくださいとくれてますよ、はい、ありがとうございます。地元大東市嬉しいございます。今日マックス良さ来てるね、はい、これすごいよね、もうどんだけ細かく書いてくれてるぐらい、これ片襟映るかね、これは映します。おー頼むよ片襟、こちらくれてますよ。大阪府森口市ですね、それより谷口さんくれるの、谷口さんありがとう。これ一人ずつ書いてくれてるね、例えばここ山野様にもこう書いてくれたりね、お声の調子が悪い中わざわざいろいろ書いてくれてる。で内田君、内田君二人おるけどね、多分内田君はこっちはもう寡黙なギタリストがいるからね、あ、印象深い方です。ぬぐるむらくにもあのお声をね、インフェサーのさん皆さん声かけてくれてありがとうとか言うて、これこっちの内田君もいじってくれてるすごくね、それありがとう言うて、声ありがとうございます、あ入ってる入ってるなんかいっぱい言うてるの、色紙も3枚、あそうそう、サインをね3枚我々書いて、1枚その個人的には CD にサインをください、はい、そう、CD も前もってアマゾンでね、我々の新設発売し、皆さんよろしく買ってくれてサインしましたよ、こちらこそ嬉しいですよとても印象に残っていろいろあると、本当にありがとうございました、これくれております、ありがとう。谷口くん、谷口ももう追いかけて俺が行ってたんだね、行きます。これは奈良県は奈良市グループホーム原美月の皆さんよりくれておりますよ、まだ10月待ってます、ここで予約のチェックを確認してますね、ありがとうございます。こちら今日いませんが、うちのチーフディレクターヤンチョ D が今日まさに芝居しております。そうですね、ね、課題にアップ、はい、今日今神戸かな、で大阪は8月にまたあるんでね、ぜひとも今の方もしくはヤンチョ D 興味ある方ぜひとも見に行って、ヤンチョ D ちなみにこれですからねこれがあの老人のこの中の芝居で受けてこんな感じでしょ、ちゃうよ普段やんちょり頑張って、今日も頑張れやんちょり、ありがとうございます。以上、ファックス熱い思いで、お届けいただいて送っていただいて皆さん誠にありがとうございましたさあ、ということでございまして、この番組は生放送野崎三島商店街みんな通って来てるんですよ、はい、上村君、内田君よろしくお願いします。はい、僕たちの地元の大東市 JR 学研都市線の野崎駅をね、置いていただいて山側につながる
野崎参道商店街がございます。そちらをね、とこ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 と歩いていただきまして、ちょうど中間地点の泉州銀行の向かいに、野崎本和歌スタジオが、存在しております。今日はまたまたね、綺麗な音色が聞こえてきたりとかするかもしれないですよ。どんな感じでね、やっておるかと言いますと、はい、野崎フォークジャンボリー毎週土曜日やっております。スタジオ観覧 OK、 客席ございます。今日はなんか風が吹いてます。出演者も募集しております。一度遊びに来てください。皆様のお越しお待ちしております。お待ちしております。ありがとうございます。さあ、ということで第46回も来てるんだ。もう野崎フォークジャンボリー続々と今日もレギュラー陣、そしてゲストの方も来てくれてますよ。まずは早速はこの方の登場でございますが、スタッフの皆さんよろしくお願いします。ということでございます。今日もね、電話何回かけてケイのちゃうからドキドキしましたけどね。先週はこの番組終わって、自分の歌終わってすぐ東大阪でライブハウスでライブがあったんで、もうすぐに行きましたけどね。話聞きました。この間ライブ行って、ライブ中に鼻血が出てたらしくてね。あのここになんかのティッシュ詰めたまま歌ったらしいですけどね。今日はもう詰まってないから大丈夫ですけどね。この方来てくれました。山口県下関出身、流れ流れて野崎参道商店街、今日も人生をギターで弾き語るこの方登場です。こんばんは。こんばんは。第46回目の、野崎フォークジャンボリーを、始めます。ジャンボミスタージョーです。まずあのインストから、マイライブ。曲でもやったんで、上がってしまうので、ね。次はちょっとあの大先生を呼んで、あの やろうと思います。その全然あのこう行き当たりばったりでやるのが、ラブで、先生お願いします。3つ下ミスです。こうなりたい。
何の打ち合わせもしないですから、ね、本当に。ピックですか。ピック、もうめっちゃ硬いですけど。あ、隣使いました。硬いな。じゃあ、先生、あれますね。宝山寺っていうのがあります。Yeah.
急呼ばれました、はい、ありがとうございます。特に塩崎さん、はいはい、あの先週、はい、まあ、無事に東大阪市のライバース前のところで、今日は東大阪市のグループの方が来てくれますので、ね、ゲストはある意味ね、ほんでね、先週あのおさむこと、うん、小林おさむ氏が、うん、ずっとお客さんで、まあ、ライブ見てて、はい、この小野崎文字、うん、お客さんからついデビューしてやったね、っていうのがあったんよ。その時におさむが、うん、流れ流れて野崎三道商店欲しいと言うところあるんで、それついてどうでもいいですか。20年早いよ。いや、それさっきおさむ聞いたらインドネシア行ったら向こうが流れ流れてたかもしれない。結構塩崎に流れてたもんね。山口県下関が最初に東京にギター持って夢を持って出かけて、おまわりさん一言注意されて行けるように帰ってきて、ね、最初は森口かごまやったっけ。そうやな、もう市場なって、で大東市の流れまさにこれ、これおさむちょっと流れ流れて、まあ、まだまだこっち上かな、これは。うん、もう言うてるわ。で向こうもええのも、あの言うてくださいね、もう言うてはるから。まだ詳細それも欲しいとあかんで、ね、お互い司会のそこばっかり研究するやめてもらっていいですか。それは今日最高でした。そう、オリジナル曲2曲でしたね。詳細におじさんでした。最近インスト頑張ったのね。田舎の山口県の友達も見てるらしいんでね、頑張っていただいてるみたいでございます。さあ、ということでございまして、本日この第46回ですね、野崎フォークジャンボリーの友情ゲスト出演の方が登場してくれますね。ずっと今5月になってから、今5月毎週連続で、今東大阪市は社会福祉協議会ボランティアセンターのグループの登録のグループの皆さんが駆けつけてくれてるんですね。嬉しいでございますね。まあ、会いてないって言うてる社協の平井さんや村井さんもみんなありがとうございます。今日もたどり着いてくれましたよ。もうバスが来てくれましたらありがとうございます。代表のね、台湾さんに僕が電話でね、喋った時にこういう番組してるんですけど、手伝ってもらえませんかねって一言声をかけたらね、いいですよ、行ってあげますよって言ってくれたんですね。嬉しかったでございますよ。ということでございましてね、5人組なんですね。で、オカリナは以前ね、歌ってる途中にあのソロでね、吹いてる方いたと思いますけど、アンサンブルのオカリナはこれ初めてですね、うちの番組も楽しみなんですね。ハーモニカのアンサンブルは何組か来てくれておりましたけどですね、はぁ、オカリナアンサンブル先ほど始まる前リハーサル僕も聞いてましたけどね、良かったですよ皆さん。もうなんか最高でしたね。おお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 お。で、さっきも楽屋で喋っててね、ちょっとシストなとか、なんかそういう言い方でいいんですか、言って、そんな、あんな派手なね、パワフルなオカリナ演奏はないと僕は言いましたんで、もうパワフルなオカリナのアンサンブルをお届けできると思いますので、皆さん楽しみください。こちらは大東市で、東大阪市は隣の町になるんですね。かといって、近いと思ったら大町ですよ。東大阪でっかいですからね。うん、で、今からするオカリナアンサンブルのグループの皆さんは、僕たちみたいに、ね、施設回ったりとか、それ聞いたらやらない遠いとこまで行ってるみたいですよ。まあ基本は東大阪市はもちろんですけど、八尾市とかいろんなとこ行ってるみたいなんでね、僕らと、まあ、こうやってまた出会えてね、嬉しいございます。また他ジャンルがこうやってね、違う音楽のジャンルがまた会えるってことは本当に楽しみです。さあ、友情ゲスト出演来てくださりました、オカリナアンサンブルの5人の皆様ですよ。皆さん楽しみですね。どうぞ。こんばんは。こんばんは。アンサンブルパトレラのメンバーでございます。ただいまよりしばらくの間、楽しくオカリナの演奏をさせていただきたいと思います。どうぞお聴きください。1曲目は岬巡りです。
んとウィークエンドに歌われた1975年のヒット作でした。今日は私たち初めてなのでこういう番組に出るのがみんな緊張してまいりましたけれども、スタッフの皆様のおかげで少しリラックスできました。ではここで私たちのカトリアの紹介の方をちょっとさせていただきたいと思います。ちょっとカンニングさせていただきます。素朴で優しい土辺に魅せられてオカリナを始めて10年が経ちました。去年10年のコンサートが終わりました。東大阪市を中心に福祉施設、保育園、小学校、子ども会、老人会、自治会館といろいろな場所、イベントで活動しております。より美しいハーモニーのオカリナ演奏を目指してメンバー全員で切磋琢磨しながら一曲一曲を練習しております。今後もメンバーの和を一番に、人との出会いを大切にして、目標は高く、いつまでも元気で楽しく活動を続けていきたいと思っております。以上カトリアの紹介でした。ではここで私たちメンバーのちょっと一人ずつ紹介をさせていただきます。自己紹介をいたします。皆様から向かって左側からよろしくお願いします。皆様こんにちは。ソプラノ担当しております東信子と申します。よろしくお願いいたします。こんばんは。ソプラノ担当の伊藤純子です。よろしくお願いします。こんばんは。同じくソプラノ担当の西尾節子です。よろしくお願いします。アルト担当の峰松妙子と申します。よろしくお願いします。同じくアルト担当田井川恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はこの5人でやってまいりました。よろしくお願いします。では続いての曲は2曲お届けします。最初は翼をください。そして中村雅俊さんの曲で触れ合い、お聴きください。Thank you.
すごかったすごかった、おかえりなってわざわざ来ていただきありがとうございます。ありがとうございます。僕が立ち位置を決めるの難しいぐらい5人が綺麗に並んでおりますが、タイナさんが来てくれて本当にね、あの電話でね、もう一言だけで言うてあげて来てくれって言ってくれて嬉しかったですよ本当に。皆さんにしかも5人もドキドキです。どう全然もうどんだけ裏のカフェでリハーサルしてたかみんなで、ね、でももう衣装も揃えてね、もう綺麗な感じになるのよ。もう一番大変な方がね、一番こちらの端の方がもう新規で入れ替えしなかったから、ね、大変やもんね、やってましたけどね、すごいすごい。今日全部がまたちゃうねんね、そのパートが。あ、 それがアンサンブルなんですよね、またね。これも、そう、あ、大きさも違うんだ。またこんな大きなもね。こんなもあるんだ。すごい、こんなすごい。こんなもあるの。ちょっとあの、ネタネタで、それいくらなんですか。あ、いくらぐらいするんですかって言われてますけど、やらしい話やな。大体これでね、うん、一番 C 館と言いまして一番よく使うポピュラーですね、はい、これでね、1万やっぱするんで、すごいよ。ちょっとあの帰り絶対忘れないでくださいね。詳細言うすぐ質屋に気をつけてください。野崎の質屋に行くでもそれぐらいすんねんだけど、えらいもんやね。大きなやったらすごく高いでしょうね。5万も5万も。けどなんだかんでオカリナ音色は知ってけど、リアルに生で見ることなかなか僕らもなかったんでね、割れるんですこれね。でしょうね。ドッとしたらね、うん、もう土ですから、パッと。そうか、土なんだやっぱりね。もうだから凝ってる人は自分で作ってしまう人いますもんね、オカリナになってくると思う。へえ。で素朴な音色だけどめちゃめちゃ迫力ありましたよ。やっぱゴールデンそのダンサンブルやっぱパワーがすごかったよね。うん、けどあの、カトレアさん呼ぼうとしたら東大阪市を挙げてボランティアセンターで問い合わせするとカトレアさんが呼べるとなってますんで、ぜひの皆さんも、ちなみにあの周り生見た俺らも乗ってますんで皆さんよろしくお願いします。こうやって同じ施設とか回っ て、こういう形で番組で出会えたこと僕らもっと刺激になりましたんで、とっても楽しかったです。いやこちらももう今後ともぜひ野崎フォーク、あ、それフリーの忘れた野崎フォークちゃん合わせたのフォークソング全部ちゃんとしてくれてた、あれ皆さん分かってました、あれすごかったよね、ちゃんとね、あれがすごかったね、演出としてもね、本当に最高でした。もう練習でありがとうございます。今後とも、はい、ぜひともお力をお返してまして、はい、共に盛り上げていくのまたよろしく、また寄せてください。いや、もうよろしくお願いいたしますよ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。おかえりアンサンブルカトレアの皆さんです、どうもありがとう。年代もそれでね、皆さんすごいな。さあ、ということでございましてですね、我々この番組先週びっくりしましたね、ついにお客さんからデビューしちゃったんですんでね、すんごいよね。そういうことがついに野崎フォークジャムにできてきたかなってなって、もともと僕ら無楽ライブ室さんも僕が無楽館という喫茶店を歌ってたのを上村君のお客さん見に来てまして、で上村君のライブをうちの内田君が見に来ててっていう感じで出会っていったんで、なんか野崎フォークジャムこの番組も46周にしてこういう時代が来たんだなってことがあってね、本当に嬉しいございましたね。で今日も駆けてくれたんですね、地元大東市出身地から今在住でございます地元のアーティストでございます、流れ流れて大東市って言った所在で今言うだったんでね今そこで喋っとるから、平成の枯れ続きでございます。今日も人生をギターで弾き語ってくれますよ、この方先週デビュー、そして再び今夜も登場です、よろしくよろしくお願いします。で先ほどあの、ね、三崎みぐりいいですね、あれね、私に今日はエリモムサキ歌うんですけど、学生時代にあの最後の卒業前の夏休みにちょっと男磨かなあかんなと思いまして、であの北海道に漁師のバイト行ったんですよ。でそこはエリモム岬の、岬から5分ぐらい現地で走ったところの村で昆布漁やって、でその時にエリモム岬っていう思い出があって歌ってたんです。で今日歌わせてもらおうと思って、さっきの流れ流れてっていうのあれね、欲しいみたいなあれに変わるなんか僕も欲しいなと思って取るっていうのはちょっとおこがましいんで全然できない でも昭和カリスティいいと思いませんか。で今から入門岬歌わせていただきます、吉田拓郎です、はい。北の町ではもう
でそれで、あのお金、その稼いだ金で北海道回ったんや。それもまさに三崎めぐり、ほんまやね、どこ行くか、向こうは全部重なってたんや。で、大東市に戻ってきたんや。ほんま流れ流れて戻ってきた大東市ね、これは。言ったほんまやね、これもらえるかもしれんね、これ。で、今日も最高でした、ありがとうございます。大きいやったね、ありがとうございます。小林治さんでした。我々第46回の大フォークジャンボリー裏方で支えております。今日もファックスでスタッフのこといじってくれてるくれてて喜んでましたよね。まあ、この方々手弁当でこの番組を支えてんだけど、実はギターも弾けるんだぜっていうのを見せたいということでね、ちょいちょいの格好つけて見せるこの機会がありましてですね、今日も練習してた前奏、これ皆さん見てください。あの音でじゃんじゃんじゃん、どんだけ練習しとったか、どんだけ聞いたか、俺何乗ったか、これだけ分かった人は分かったかもしれませんが、まあ、この歌どうしても歌いたいね。これまた先ほどのオサムと一緒でドラムがあってね、この歌を今から多分語りを語ってくれると思いますけどね。みんなドラムさんせわせわして自分の何かを探してるから、みんなカトル屋さんの譜面が多すぎて迷ってんねやろ。すごい5人分の譜面だからね。さあということでございましたね、野崎フォークジャンボリースタッフオールスターズっていう名前をつけましてね、もうあまりにも長すぎるんでみんなスタッフズと呼んでおります。もう最近定着してね、スタッフズのことを、ね、気にしてくれると思ったしね、ほんまここにヤンチョディっていうね、真ん中にメインボーカルおんだけどね、先ほど芝居してますんでね、演劇してるんでね、意外ですけどね、今日も頑張ってくれてます。さあ練習の成果見せてもらいましょうか。どんだけリハーサル僕横で聞いてましたか。さあやってます。なんで言ってたけど、ホームランってあれ右手動けばどうしようか言ってたからね。頼むで2人ともよろしくお願いします。じゃあスタッフズ頼みますぜ。46回の番組を盛り上げていただきましょう。よろしく。
はい、皆さんこんばんは。こんばんは。黄色い T シャツでやっております、カタヤン D こと片山博之でございます。そして黄色い T でやっております内田わたるでございます。よろしくお願いします。いやー、わたるさん、はい、まさきフォークジャンボリーも46回目にして、そうですね、キーって書かれてしまいましたね。そうですね、テンション上がって嬉しいですね。はい、はい、ドキドキです、はい、実は私この黄色い T シャツは渡さんの黄色いハッピーの背中にはムラクライブ一座のロゴが入っておりますが、私の背中には、すいません、毎度申し訳ありません、当のマウポロネットというロゴが入っておりまして、こちらの方でね、岩手県の方で2011年震災発生以来、はい、瓦礫撤去などのボランティア活動をさせていただいております。またですね、先週でまでですが、岩手県大津市町の方で仮設住宅の、集会所の整備などをするというお仕事させていただきました。お手伝いさせていただきました。はい、その思いね、その後にですね、はい、仙台からフェリーで帰って、名古屋までのフェリーで帰ってきました。こちらのフェリーはですね、実は苫小牧発仙台経由名古屋行くヘリーという、ね、そういったフェリーなんですね。ちょっと歌手とは違うんですけれども、はい、そういったフェリーがあるということをね、皆さん知っていただいて、ぜひ宮城、また岩手に行かれるときにはご利用くださいとお願いしたいと思います。はい、ここまで言うと失格がバレちゃうかもしれませんけれど、はい、ではまたということで、吉田拓郎様で落葉いよ。
もう今日夢出てくると思ったどんだけ熱したっけ。じゃあじゃあじゃあ、ありがとうございました。スタッフでした。ほんまにセンターフェリーフェリーね、フェリーフェリー乗っただけでね、今日落葉したらなかなかいいよね。みんなドラマチックな選曲をしてくれてるね。ありがとうございます。さあということでございまして、我々無学ライブ祭でございますが、ディズニー先週の土曜日から今週の土曜日までね、もちろんあちこちね、野崎ほのかスタジオ離れあちこち舞台てんてこまいですね、こっちは今頑張ってください。サプラですか。ということでございまして、上村君、先週の土曜日から今日の土曜日の放送までどこまで行ってきたか、あちこち行ってきたい、よろしくお願いします。はい、5月の17日の日曜日、大阪府は森口市ソレイユ森口介護付き有料老人ホーム、こちら母の日の1回コンサートにて、そして、行ってきましたよ、はい、母の日のあれでして、ソレイユさんはね、谷口さんと職員さんがもともと他の場所で僕ら歌っててね、今は森口の前で違う施設に働いてるっつって歌っていたんですね。嬉しいございますね、そういう出会いでまたね歌えるってまた会えて、またすごいんだよこの谷口さんが。もう無学ライブ行ってたらこうあちこちの飾り酒がもうあって、もう内田君の目の前も夢は楽しむって垂れ幕が下がってうちが見えないようになるぐらい飾ってくれて、もうありがとうございます。もうあの飾りで多分すごい時間かかってんだよ、うまくね、僕ら呼ぶだけであれだけいろんなことを大切なことしてくれるのもありがたいことでございます。谷口さん、そしてそれより皆さん、本当に盛り上げてありがとうございました。そしてで5月の18日の月曜日、月曜大阪市宮徳安らぎ市デイサービスセンターの1階のデイルーム会場にて、なるほど、行ってきましたよ。どこ行ってきたっけ、今。はい、こちら大阪市ですね、港区の安らぎ、安らぎさんね、そちらね行ってきました。安らぎさんは常連の皆さん来ましたけどね、もう行ってきましたよ。もう楽しかったよね、もういろいろ飾り付けしてくれたり盛り上げてくれてね、もうありがとうございました。もう楽しかったです、ありがとう、安らぎみんな。そしてそして、5月の19日の火曜日、火曜日、大阪府門真市門真ケアセンターラガール福祉小規模多機能施設の、グループホーム2階のリビングホールですね、行ってきましたよ。もうね、最近こういうことあるんやね、もう昔の僕ら始めた頃の12年前にね、太田職員さんがね久々電話かかってきてね、こうやってまたお会いできた、お互い元気でまた会えてね、違う施設でリリーさんと、あの最初電話で上田ですってかかってきたけど、俺らリリーさんで覚えてたから誰やわからんけどね、あだ名で呼んだからね、リリーさんとさっくん持ってね、ほんま俺らが初めて大東市で、大東市の施設でもともと勤めてたからね、最初初めて歌い出した時にお会いした俺らまだペーペーのね、今やまあちこちが電話かかってくるようになりましたけど、最初はまだ無学ライブ誰も知れへんでね、その中で、僕ら育ててくれたねメンバーがこんな形で、他の先生もう募る話ばっかり学園でぶわしゃべりましたけど、本当確かにもちろんライブもね、利用者の皆さんも盛り上げてくれて、他の職員さんも盛り上げてくれてありがとうございました。楽しかったです、こういう出会い嬉しいね。そして5月の20日大阪市東淀川区、楽しいデイズ行こう福祉対応型デイサービス、5月鯉のぼりの水曜日デイショー、行ってますよ鯉のぼりツアー中、まだまだ続いてますよ、もう常連組です、いつもながら盛り上げてくれてありがとうございます皆さん、もう最高でした、感謝しております、ありがとう。そしてで5月の22日の金曜、金曜大阪府大東市沢本舗デイサービス住の堂福祉民家型通所介護施設、1階の今のショーで、狙い、まあ、民家があったから今で歌ってきてね、でアンプとか使わないから、もう生ライブよ、生ライブをしてきました、もう今で畳の上で、で隅の上で大東市やから、もんなも近所やから大丈夫だった、まあびっくりする、道迷ったね、うちらのハッピーだスタッフが車から降りて走り回って探して、ええー、ってもうええー、ってもう疲れた切って帰ってきて、でも熱中症で倒れそうになるぐらいね、で見つけて行ってきましたけどね、またね地元でまた行ったことないとこまたあるもんや、なんか最近できたみたいからね、またこういう形でお会いできる、地元はまあまあほぼ制覇しとかなあかんからね、行ったことないなんてありえないからね、またこのような形でお会いできて嬉しかったでございます。バックスもありがとうね、ありがとう。以上かね、今くん以上です、帰ってきましたね、はい、そしてここで無学ライブ情報としましては、さあ今度までね、今日の土曜日から来週の土曜日までなちこち行くんですよ、上村お願いします。はい、5月の24日の日曜日、明日です、大阪府吹田市ビラコニー市で福祉グループホーム、初めてだね、初めて行ってきます。そして、で5月の25日月曜日、月曜日大阪府堺市南区健やかさん福祉デイサービスセンター&イチョウの家
福祉グループホーム、そうですね、合同コンサートですね。健やかさんに至っては3年半ぶりですね。久々で、もともとイチョウの家に歌いに行く話だったけど、実はその一層下に健やかさんがいたんですね。2階か3階が2つ分かれて、まあもう合同でしようじゃないかなって、久々僕らもその名前、健やかさんがバサロロバケがないね、特徴ある説の名前なんで楽しみにできます。そして5月26日の火曜日、火曜日大阪府豊中市、グランユニライフ豊中の浜、豊中浜です、ね、うん、はい、福祉デイサービスセンターに行っています。こちらは豊中市の社会福祉協議会の依頼で行っています。初めて行きます。そしてで大阪市、ごめんなさい、5月の27日の水曜日、水曀日、大阪市東淀川区ヒューマンライフケア淡路福祉民家型デイサービスセンター、本当にまさに1年ぶりね、同じ5月に会いに行くって感じですね。楽しみに行きます。そして5月の29日の金曜日、金曜日、大阪府豊中市、なごみ福祉デイセンター行ってきます。これね、上山君、なごみと読むと思う、カズですね。ねえね、なごみなの平和の輪って書いてカズって読んでて、俺も最初なごみデイサービスカズですって言われましたからね、うん、カズって、これも初めてですね、行ってきて。以上でございますかね。そうですね、以上、はい、5公演回ってまた1週間無事にこの土曜日帰っていただきます。では今日で第46回の放送、今日も面白かったな上山君、内田君、もちろん見たらカメラ映ってるのか、そこは大体映ってるみたいな。片山さんやってくれてます。面白かったね、おかえりのアンサンブル最高やったね。こうやっていろんな人がまたこうやってね、46回いろいろ駆けつけてくれて嬉しいございます。おさむもデビューしたりね、今日は久々山根さん帰ってきてんだよ、もう楽しみやね。山根さんも4週間ぶりぐらいじゃん、これほんまに楽しみ帰ってる。後で多分おさむのギターを山根さんが検査すると思いますぜひとも楽しみで。ということで最後一緒に盛り上がりたいと思います。もちろん山根雅彦さん登場してもらいます。おさむ、小崎上司、そしてカトレガ代表のダイナマさんです。よろしく。夢の共演やね、ありがとうございます。すごいすごい。お山根さん久々おかえり、はい、田中さんどうぞ真ん中に通ってください。田中さん待っております。これが待っております。全然待っております。大丈夫ですよ。ぜひとも真ん中に入ってください。よろしくお願いします。ここ真ん中しかもう行けないと思います。後ろおさんもいますんで、ぜひともよろしく。ということで最後はですね、こんな感じに盛り上がっていただいて、今石田町を見ます。せーの、野崎フォークジャンボリ、そう、野崎フォークジャンボリと皆さん大合唱してもらいたいですね。さあ第46回ということで、タイナーさんの名前めでたいですね。タイっていう人生沖縄の名前めでたいでしょう。そうでしょう。私人間もめでたいです。やっぱり縁起がええわこれ。俺らもええて今日最初、タイナワさん、スケジュールに名前書くとめっちゃ字多いよね、タイナワって感じがすごい、もうちっちゃく書かれてるもん、僕が。もうね、今日来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。よろしく。タイナワさんも最後、タンバリンで参加してます。最後、一緒に盛り上がって切れますか。みんなの笑顔がある影
16回ドザキフォークジャンボリーのこれで終わりの時間がやってしまいました。最後最後もう一回皆さん盛り上がるよ、行ってみましょうでしょうか。ドザキフォークジャンボリー、ドザキフォークジャンボリー、ドザキフォークジャンボリー、本日はお付き合いいただいて誠にありがとう。みんなでフォークジャンボリー、元気にフォークジャンボリー、ありがとう。みんなの笑顔がある限り、それでは皆様お元気で、みんなの夢がありがとう。3回3回いただいてください。いきますよ、せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。